にちは、森崎アリスとごめんこです。はい、まあ、今ハロウィンウィークっていうのを私やってんの、毎回ハロウィンウィーク、はいはい、毎年ね、はい、そんでちょっと毎週コラボ者を募って、でちょっとゾンビとかキズメイクとかいろんなのやっていこうかなと思って、はは、ちょっと第1弾のコラボ者として。あれ、第1弾でいいんですか、これ。そうなんです。あら、ファーストなんです。やった。なのでちょっと今日は貴重だからこそ、はい、まあいろんなね、ちょっとお願いをしたいと思って。いやですよ、なんかだ、やだ、ちょっと体いじくるんですか、あれ、まさか。いじくりたいなと思って。あ、いじくるよ、もうタイだ。いじくりたいです。タイですか。私はいじくりたいんですよ。あ、タイですか。タイです、タイですよ、はい、若いやっぱりね、高校生からいいんですか、これ、ピヨンでいいの。全然、もう私オープンなんで全然大丈夫ですけど、はい、で、このね、これを買ってきたのよ。バイオバババババ、バイオハザードになれるんだって。じゃあね、好きですからね。バイオ大好きなんで、せっかくね、ゾンビにこいつらへんにしたいんだよ。コメンコ。え、ハゲにするんですか、それまで。ソル？やですよ。いや、コメンコだってこの間リセットしたからさ、もうこのさ、やる？あれは過去だから。まあ、本当に過去はね。過去はね。そう、なんでちょっとこれにしたいんで、まあファーストということで、ちょっとじゃあ待ってくださいね。あの、これを何それ提供するんで、ウィックス。すんげえカラフルだな、これ。これと、こっからなんです、ちょっと。これちょっとかぶってみてください。この前髪隠していこう。ちゃんとうまく。で、私の私服をちょっと着てもらおうと思って、はい。持ってきました。あら、で、これね、なんか、まあ、使ったことないんだけど、10分ぐらいで多分ゾンビになれるの。うん。だから、ちょっと本当にとりあえず、もうゾンビってゾンビになってもらって、でもただロリータで。はい、わかりました。かわいいよっていう。かわいさを出していただいて、はい、あとこれを汚さないで、マジで。もう大丈夫ですよ。え、この辺まで、あ、こうすれば気づくないって大丈夫ですか。あ、でも、あ、そうね、壁のリータがそうって見えてるんじゃない、切ろう。あ、見えない、完璧ですよ。これどういうこと。あ、間違えて順番、最初上落ちればよかった。あ、確かに、あ、もう下はね、脱ぎたがるから仕方ないね。大丈夫ですか、これ。何ですか。これどうやって切るの。え、それはね、下から履ける、うん、そこから切れる。すんげえ、手の方から、手が。手の方から切る。はい、あ、やったー。かかった。やばい、もうすんげえ毛玉が落ちてくる、これ。おっ、新しい T シャツ、ダメだ。新しい T シャツ、新しいのだから。ちょっとこれをね、すいません、ヘルプ求めていいですか、これ。あの、何がどうなの、切れないんですか、これ。嘘でしょ。あ、硬い。え、嘘でしょ。肩のサイズが、嘘でしょ、肩のサイズが。あ、なんかどうか、え、嘘でしょ。え、待って、私コメンコよりじゃ細くなったってこと？あれ、肩の民族。肩の民族って何？やばい、なんか肩よくわかんないことになってる。いける。いきます、これ。いける、多分。見てください、コメコちゃん。やめて。コメコちゃんです。やだ、なんか私が二人いるみたいになってる。これで、ちょっとじゃあ。閲覧注意ですよ、これ。じゃあメイクをしていきたいと思います。まだこれ開けてないからさ、何が何でできるかまだ。まずなんか、ペン。どうしよう。これヘラも入ってる、ヘラ入ってて。おー、これでゾンビになれるんですよ。すげえ。これあれ、あの、買ったのはハンズなんだけど、ドンキにも売ってた。なんか見たことない？これ100均とかにもあるし、ペイント売ってんだけど、売ってるんですよ、今ハロウィンコーナーに売ってるの。あら、ちっちゃいので、これが今セットでなんか売ってて。ほうほう、そうなんですよ、ミラクルペイントなんで。ちょっとこいつ、なんかゾンビってとりあえず白いから白くしよう。赤やっぱ多いんだね。なんか多いですね。血だからかな。グ
じゃあやっていきたいと思います。こんな感じですごいフェロンってできるかな。あーね、すごいすごい、こういうこと。じゃあ手で伸ばそうかな。いっぱい出して。いっぱい出すね。あー白いのが出る。いっぱい出す。いっぱい白いのが出た。いっぱい白いの出すわ、うん、なんなの。ホモが湧く。ホモが湧くこれやばい、これいい感じじゃない。あら、あ、音聞こえる。なんかゴム、ゴムだ、ゴム、本当に。いや、本当になんか今わかる、このこうなるのだからすぐになんか取れるんだって、ベロンって、うん、ほらほら手が汚れないってやつ、ほら。おう、どっから民族の人みたいな。すげえサバンナにそんな。これね、これすごいすごい、めっちゃ気持ち悪い。これちょっともちろんカメラに近づいたらわかんない。あのなんかすごい伸びがめっちゃいいね、伸びいいし簡単、なんか誰でもできるよ。私を褒めないで。まあモデルがねいいからね、モデルさんのおかげっすよこれ。やばい、もうこれはこうやってこうやって多分本当に、あともう白結構使ってるから。まだたくさん出すんですか。出しますね。やばいっすね。出しますね。あ、ここら辺で一回、ここら辺まで今使ったから、ちょっと残しとくわ。怖いから。残すんですか。ちょっと残すぎ、赤。ついに。うん。出すんですか。出すわ。赤いの。お、抜けた。待って。抜けてしまった。そうね。出血大丈夫ですか。大丈夫です。お、でも。いきますよね。じゃあまたちょっとめくっていただいて。よし。よし。あ、すごいね。うわ、すごい。超楽しい。あ、すごいすごいすごい。すごい。え、すごくない？なんか、これ自分でやってもめっちゃ楽しいと思うよ。やってる側めっちゃ楽しいもん。黒を重ねます。黒をちょびちょびっとこう出して。重ねます。で、多分こうしたらめっちゃ汚くなってくるはず。ほうほう、なってるよね、今いい感じじゃない。え、これで一旦締めて切ります。切ります。めっちゃこうやってやると皮膚むける、楽しい。でででででででおお、血を吹き出します。避けてもいいですか、口。好き、全然全然。じゃあやりますね。口、口。うん？口行きます。あ、キモい。あ、でもいいかもいいかも。普通にしてみて。どうなると？カピってね。どうなると？ここちょっと食った感を出して。食った感出してみました。そう、指でも濡れます。雨でも汗でも溶けません。いつでもすぐにつまんで剥がせます。で、ゴム、フルーツアレルギーの人には使用しないでください。で、立体も作れるんだって。洋服についた場合は固まってから取り除いてください。完全に除去できない場合があります。ほらほら、なので絶対につけないです。これね、あれなんだよ、スポーツ観戦とかにも使ってる子いるの。あの、ここにほら、旗書いてるの。そうなんです。なんで、よ、シャーロップ。シャーロップ。では、切ります。じゃ、ここに出すか。出して、こうして、なんか切って、なんかこうやって、ピッて、切ればいいみたいな感じらしいです。いや、これでも本当に簡単。めっちゃ、だってさ、ヘアとかもあるしさ。めっちゃ使いやすい。私の今までのその努力をぐらいの。めっちゃいいよ。これでシュイシュイ。こんな感じで書いていくだけ。あ、めっちゃ切り傷っぽいね。痛がらないでね。あ、ダメ。あそこは痛いっすか。あえ、でもこう傷になってるよ、ちゃんと。ここに茶色を入れます。もうある色を全部使ってみよう。皮膚っぽい、皮膚な感じですね、この茶色は。
なんか私のこだわりがあって、この傷が深い部分っていつも深いのよ、色が。ほう。だから黒を真ん中に入れてるんですよ。だからね、このキットでも多分こうやってやるとリアルにできるはず。ほう。中高生の諸君、中高生の諸君、そうらしいですよ。中高生の諸君、そうなんです。これなんか細いのと太いのがあって、ちょっと今太いのでやってたんですけど、太いのでいくんさ、ちょっと先はね細いのでいきます。はい、わかりました。ちょっと優しくいきますね。細い感じで。ちょっとプルプルしてます、コメさん。すんごいこの状態ずっとキープしてるからね。でもね、めっちゃいいと思う。で、これですぐ乾くから、わぁ気持ち悪い。あら気持ち悪い。タラちゃんやだ。ここら辺めっちゃなってない。でもゾンビほらすんげえ鼻に吐きがえ、これでちょちょちょ、コメコちゃん真ん中でいい。よし、行きましょう。え、これめっちゃめっちゃいいと思うよ。これゾンビキットになってるよ。あ、顎だけ動かして。これ怖い。あこんな感じで。え、怖っ。めっちゃゾンビになったよ。大丈夫なんですよ、この肌の露出は。全然大丈夫っしょ。白残ったので塗る。もうここまで来たら塗ります。塗りますか。おとめちおとめち、いいと思います、いいと思います、いいと思います。めっちゃゾンビだよ。大丈夫ですか。大丈夫っす、もう完璧っすよ。ごめんなさい、色とか追加したりとかしますか。なんか血管みたいなのとかないですか。かける人はかける。こうやってこう、こうなってるの、こう、こう。あー気持ち悪い。キモい。やめて、傷つく。キモいよ、超キモい。やばい、傷ついた。とめんこキモい。やばい、傷ついた。超キモい。あーマジただの女装感させたんだろ。ハロウィンは楽しいよ。これでじゃあ、コメさん、はあ、どうですか。これがゾンビ。インスタグラムバイの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで、次回のお楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。ちゃんと血のりとかそういうの使わなくても、とりあえずこれでスティップルスポンジ、キメの粗いスポンジでなんかこうポンポンポンってすれば、めっちゃなんだ、ゾンビのこの腐敗した肌みたいなのが出るのがポイントです。